ふわっと元気にコンタンソ、皆さんどうもダイレース、お久しぶりです。 TABS 久々にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。約1ヶ月ぐらい TABS お休みしていたんですけれども、パート60、パート60を超えたんで、ちょっとね、まあ、ネタ探し含め少し休もうかなというふうにちょっと思ったのが、まあ言い訳なんですけど、ネタ探ししてたら思ったより時間かかって、まあちょっとなあなあで気づいたら、まあ1ヶ月経ってしまったって形ではあるんですが、まあはい、復帰しますってことでね、まあ、なんか最近軽く、本当になんかバグ修正ぐらいの軽いアプレイされてたんだけど、なんか知らんけど日本語版がさ、わかる？文字がさ、なんか TABS のさ日本語の文字さ、なんか謎に可愛い文字が多かったんだけど、フォントが可愛かったんだよね。なんか知らんけど、フォントがなんか直っちゃった上に伸ばし棒がね全部四角になっちまった。うん、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、はよバグ修正してくれ、日本大事にしてくれ、ラドフォール頼むということで、今日はワークショップで探してきました、キャンペーンマッチをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちなみに今日やっていこうかなと思ってるのが、まあここら辺いろいろあるんですけど、これ2016年にやられておりましたオープンアルファ TABS、 それを再現した TABS キャンペーンがあったんで、ちょっとこれをね久々にオープンアルファを懐かしみつつやっていきたいかなと思っております。では早速バトルスタートやっていきましょう。レベル1、はい、ということでレベル1でございます。まあ、ある程度の数だと思うんだけど、見てほら、スピアースロア、ヘッドバッター、バイキング、アックスで、これ懐かしい、これシーフ、あのね、ナイフを片手にナイフを持ってなんかゆっくり歩いてって、そのナイフスンってスンって前に刺すだけのね、そんなユニットがいたんですよ。あとフートマン、そう、ソードとかね、そういう名前じゃないんだよ、フートマンだったんだよな昔で。アーチャーね、懐かしいな、もう名前が懐かしすぎなんだよね。うん、スピアーマン、昔こんな感じだったんで、なんか知らんけど兜と武器だけ持ってた、兜だけみんなしてんの、こういう風に、なんか知らんけど装飾品はね兜オンリー、そんな感じだったんですね。懐かしいな本当に。侍の攻撃は意味わからんぐらい高かったね、うん、チキンマンマンをスリーパンってか、なんか4人か5人ぐらいで瞬殺するわけわからんパワー持ってました、侍。あとテコンドーな、懐かしいな、テコンドーとボクサーで遊んだわ。うん、なんかもうしょうもない実況したわしょうもない実況、なんかバトル実況してたわ。忍者マスターと忍者ね、懐かしいね、サムライマスター置けませんと。あ、え、チキンマン、チキンマン、どういうことこれ、え、どうやって作ったんだろう、うわ気になる、今度触ってみましょうか。では早速ね、とりあえずレベルがね、まあ、20まであるんで、まあ、5個ずつやっていこうかなと思っております。今月はそんな感じのノリでえ、4万だけどこれ、2万だけどこれ、え、これ使えるのか、使わしてくれんのかこれ。あ、 M16 もある、トランプおる、左おる、再現性に期待していいですか。オッケー、じゃあまあ適当に誰使おうかな。なんか懐かしいからシーフ使うか。こんな、いたんだよこんなキャラクターが。本当にね、リーチゼロ、攻撃力まあ多少みたいな感じのね。うん。懐かしい。ああ、でもね、昔もこんな。なんかね、やっぱね、滑らかになったね。うん、ちゃんと滑らかになった。昔はね、もっとね、もう本当にもう右腕だけ、もう肩から、右肩から差し出すような感じでね、ナイフをね、前に突き出していたんですけど、まあ、今回普通に振ってるね。なんかちゃんと振ってるわ。まあね、やっぱね、アップデートを感じます。はい。これが時の流れ。
てか2016年ってマジ？オープンアルファ。多分これクローズドアルファっぽいんだけど、CA って書いてあったんで。クローズドアルファっぽいけど、え、何？オープンアルファって2016年だったの？ 5 年前？嘘じゃん。レベル2やっていきましょう。相手はもうペザントしかいませんと。何使っていこうかな。あれ？あれ？あれれれれれ？あれさっきの、あれは？あれ？ステージ1だけ？もしかして。え、もしかしてだけど？それって、ステージ1しか使えないんじゃないの？え、お、え、そんな、そんなのってないよ。そんな、か、これレベル2、これあれなんだけど。え、なんか、あ、カスタム、これだ、これですね。わかりました。やってみましょう。ここら辺の全部どかします。よくわからんけど、カスタムファクションこっち側のが、ね、出されておりました。これなんかマインクラ、あ、はい、あの、マインクラファクションに関してはちょっと気にしないでください。これ気にしないでください。探したやつです。探したとか見つけたやつ。よかったよかった。ここの使えたわ。危ねえ、使えなかったら俺もこの動画ボツってたわ。え、ちょっと待って、チキンマン使いたいんだけど、え、あ、チキンではない。チキンではないね。まあ、でも、うん。まあ、やってること的にはまあ、うん、やってること的にはまあ、チキンマンだけど、まあ、なんか、てっきり俺はモッド的なサムシングかなって思ったけど、まあ、そういうわけではなかった。うん。モッド的なサムシングでやってくれてんのかなと思ったけど、まあ、別にそういったわけではなかった。うん。まあ、でも、うん。あの、リスペクトというかね、再現しようという心意気は感じたわ。うん。心意気だけは感じた。まあ、モッドとかなしだと、それはそうなるわな。はい。レベル3000。え、これさ、最後の方になったらさ、5000とか使えるんかな？ 6000 とかほら。もう4万使わせてくれるんか？もう使いたくて仕方ないけど、ダークペザントどんな感じに再現したんだろう。ヒラリー使いてえ。ヒラリートランプ使いてえな。トランプどうやって使うんだ？わからんけど。なんだっけ、あ、バーバリアンですね。懐かしいね。そう、ペザントね、20とかいうもうクソ安コスト。半端ないクソ安コスト。懐かしいな。もうなんか、なんだこの懐かしさ。ちょ、サムライマスター並べっか。そう、サムライマスターね、違いがほぼなかったんだよね、昔の。一応ね、サムライマスターは確かに昔、背中に、どうだったっけ旗あったっけ、あったような気がするけど、ちょっと思い出せないな。うん。待って、俺これ、テコンドーとボクサーで行きたいわ。テコンドーと、ボクサー。ボ、両方とも80。でも昔安かったんだよね。昔はね、テコンドーもボクサーもね、コストめちゃ安かった。マジでめちゃ安かった。もうさっきから昔はねって言いすぎてもなんかもう完全に解雇中のあれなんだけど、老害みたいになってる。昔は良かったおじさんになってる。昔は良かったおじさんになっちゃってるから、ちょっとどうにかしてくれ。ちなみに昔は良かったっていうけど、別に昔はまあバグがもうマジでいかれてるぐらいのバグがあったっていうのがあって、まああれはあれで面白かったから、まあつまり昔は良かったんだな。GG、対戦よろしくお願いします。これぐらいでいいんじゃない？ゆっくり見ていこうか。おい、テコンドーキックしろ、キックパンチ、スタパンチ。テコンドーパンチしちゃうんだろうね、結局ね。全力でキックしてほしいけど、まあ、キックオンリーだったのは昔の話と、はい。キックとパンチだけで戦っていたテコンドーを思い出せましたか？僕はちょっとだけ思い出しました。レベル4。スピアがたくさん。こういうのに対してはね、アックスとかさ、500なんだ。2600か。なんかもっといいの使いたいんだけどな。だん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 。なあ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 。マスケ、でもマスケット変わらんよな。あ、なんか昔こんなんだったわ。こんななんか長い帽子かぶってた昔。そんな感じだった気がする。俺もね、記憶の奥底にあるわ。じゃあもう、マスケットでぶち抜いていきますか。ぶち抜いてしまい。もう強い。もうさすが。もう昔から強いね。マスケットはね、今も昔もずっと強い。本当にずっと強い。ただ、殺せるのか、間に合うのか、さあどうなる。スチャッ、強い。昔もね、確かに貫通してた気がするわ。
今も昔も変わらぬマスケットの姿をお送りしております。時間が足りなかったわ。さよなら。まあさ、スピア普通に強いんだよな。昔からスピアは結構強かったからな。バイキングとかでいけるかな。いや、いける気しねえな。いける気はしねえ。ファーマー、大量にファーマーを並べてみる。バーバ、もうただのコンボ、もうマジでただのコンボのバーバリアをたくさん並べて、数の力で押していけるか、押していけますか。さあ、物量オンリーで押していけるのか。もうこいつら死ぬほど倒れるやんけ。ちょ、ちゃんと武器振ってくんない？なあ、頼むぜ。ちょ、ユニットの重量制限うまくいってないんじゃないの？ユニットの重量問題うまくいってない感じするよ。攻撃できてない。肉の壁。これが、ウォー、死んでしまったわ。これがミートウォールですか？ウォールオブミートですか？とか言おうと思ったら死んじゃったわ。うん、逆に普通に難しいんだけど、逆にっていうか普通に難しいんだけど。なにこれ？これでいける？忍者マスターと忍者の違い。手ぬぐいをかぶってるかかぶってないか。あー、いけるか？あ、いや、いけそうな感じはある。うわ、ギリギリだな。いやー、リーチが短いね。いや、手裏剣忍者マスターのリーチがだいぶ短い。攻撃を、いや、逆に槍のリーチが長いというべきか。これは槍のリーチが長いんかもしれんな。うん。ちょ、どっちがいいかはとりあえず一旦置いといて。普通に勝てないんだが。これよく見たら、これエクスキューショナーの斧だな。これよく見たら。エクスキューショナー。完全にエクスキューショナーですね。エクスキューショナーが言えませんね。エクスキューショナー、エクスキューショナー、エクスキューショナー。ところで、これどうやって勝つんだ？普通に、これアーチャーとかたくさん並べればいい？アーチャーたくさん並べて、その前にシールダーをたくさん並べるっていう、もう単純なね。単純な攻略方法。これでどう？いや、これでクリアしてくれないと正直、クリアの道がわからん。クリアの道が見えなくなっちまう。頑張れ、アーチャー。頑張れ。いいぞ。槍に対して盾は強いのかわかんないけど、いいぞ。いい感じではあるような気がするぞ。本当にいい感じか？これ大丈夫か？いける気しない。頑張れ。いけ。やれ。潰せ。殺せ。殺すんだ。いけ。やれ。殺せ。いけるか。ああ、詰まってる。いいよ。そのまま詰まっててくれ。そのまま一生詰まっててくれ。一生ここに寄ってこないでくれ。ああ、端っこから。チクッ。チクッ。チクッ。いや、もう順番に殺されていく。端っこから。端からどんどん。ああ、やめろ。やめろ。夜だ。夜だ。近寄るな。死んじま。ああ、これはきついですね。いや、いけますか？どうですか？いや、頑張れませんね。今、本当に普通に難しいけど、どうする？普通に難しいけど。これ分かった。これ、弓矢をひた。いや、待って、これ、槍に対して結構無力なんだけど。普通に無力なんだけど。これもう、ひたすらたくさん弓を撃つしかなくない？たくさん弓を撃って殺せますか？どうですか？いけそうですか？あ、いけそうではある。いけそうではある。いけそう。うん、このペースならいけるかな？微妙かな？どうでいけるか？頑張れ。頑張れ。いけるか？あ、いけそうではある。いけそう、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 いける、いける、よかった。危ねえ。アーチャーをただただ並べるだけで勝てましたね。ちょ、微妙にね、強いのよ。この槍、この槍っていう武器がね、普通に強いんだわ。危ねえ。レベル5。いや、カタパルトは昔もあった。でも昔のカタパルトはね、てか昔の TABS の全体的に挙動がすごい遅いのよ。そう。FPS 値で言ったらなんか15ぐらいだった。そう。15は持ったか。うん。だから常にね、スローをかけてる感じ。この、今やってる TABS っていう。ちょっと待って、ヒラリー使っていい？これヒラリーどうなの？ヒラリー何投げんの？手紙あった？ないね。まあでも、この髪型アフロにして、真珠の首輪つけるだけでヒラリー感は確かに出る。うん。左感はあるわ。いやー、出てこないかな。あれですよ。手紙、Gmail 型の手裏剣というか Gmail。出ないか。出ないな。出したら俺びっくりするわ。ああ。出したらすげえもん。うん。TMS も天下無双じゃん。そういう、さすがにそれはないかな。うん。OK、OK、OK。じゃあ今回はここら辺で終わりさせていただきましょう。5ステージ終わったからね。いや、でもね、うん。
いやでもね、やっぱなんか懐かしさ感じるわ、本当に。ただただ懐かしい。もっと欲しいね。あのオープンアルファクローズドアルファぐらいの頃のキャラクターが使えるモッドだったら俺は入れたいなって思った。基本モッドはね、嫌いっていうか、まあ、嫌いというのもあれだからなんだけど、まあ、嫌いっていうかね、モッド入れちゃうと、まあ、メインの TABS がアップデートした時のちょっと感動が薄れちゃうなって言ってずっと今までやらずに来たんだけど、正直過去の TABS アルファ版の頃のキャラクターが追加されるモッドだったら入れたいなって思った今日この頃です。では次回のご視聴もどうぞよろしくお願いします。バイバイ。